皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。今日はファイナルファンタジー7の続きをやっていきたいと思います。さっきまではジョニーでしたっけ？ジョニーとジョニーを助けて。まあそういうことやな。ジョニーは戻ってこねえ。そうなるわさ。ちょっと待って。これを押して、どこに行くかっていうのを確認しないといけない。これだ。これ行きたい。行きましょうや、ファクトリア。ファクトリアというゲームって皆さん知ってますかね？知らないかな。なんか、誰も住んでないエリアンの世界に入って自分の工場みたいなのを作って、何もかも自動的に物を作るっていうゲーム。よし、入るぜ。羽と影がうろついている。大丈夫だ。あれ、ティーファちゃんか。もしかして自警団の助っ人って君たち。やっつけに来たぜ。こういうことなら大歓迎。羽と影は奥の倉庫にいる。2グループだ。全部倒してくれよな。わしに任せろ、羽トカゲ。楽勝楽勝。あれ、地図があった。オッケー。さて、こういうところにはね、死んだボックスを探すことが任務。死んだボックス、宝箱。死んだボックス、宝箱。あ、死んだボックス。これ死んだって書いてるね。死んだボックス。バレてた。あれ、こいつらは違うよな。おっと、ナイス。そして、あ、いた。そして、アビリティを押してアセス。いけ。調子に乗る。ボルトとバレてた。ナイス。ここまでだ。これからもたくさんのモンスターを戦ったりする、戦ってるしてる中で、ブレイブ。あれ、ちょっと待って。あ、死んでたからか。死んでたからか。こんな飛んでたらどうしたらどうしたらいいんやろ。しかしは倒せた。見破るマテリアのバトルレポートを達成したか。いや、ノー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 、アンビリーバブル。必ずそれじゃ足りねえ。バラバンパタバンパタバンパンパン。ここで右に行っちゃおうぞ。何があるのか気になるぞ。入れへん、入れへんのかい。俺たちは勇者様。決めちゃおう。お、いたいた。おお、ナイスナイスナイス。ここでストロングアタックを使ってアビリティでブレイバー背景。おい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 、ミスってんじゃねえか。仕方あるまい。届かぬ。はい、いけ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 。 I got you。 この羽トカゲというやら。イエース。あれ、次に備えろ。あ、うん、分かってる。アセスするの忘れたわ。あいつ分岐席しないと少年が喜ばへんやん。あいつの分析をやり損ねたやん。待ってや。何もなかったよね。さっきチェックしたわ。いやー、気になりますって。何があるとか。こっちもちょっと見てみようや。バタ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 ブー。こいつらな。沈め。ナイス。パニッシャーモード。ちょっと上行けへんの？消えろ。
なんかパニッシャーモードだったら上行けないっぽい。ダメだね。仕方あるまい。悪くねえぞ。このお家の中、お家の中をまああってていいや。宝箱とかねえのか。死んだボックスでもねえか。でここは行けへん。でここは開けられる。ナイス。シークレットゾーンなのか。おほほー。やっぱり物を探すものですね。物を探すもの。探し物した方がいいっていうことですね。ファイヤーが欲しかった場合は。パタ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 。すぐ片付く。お、いたいたいた。まだ使えない。俺も使えない。ちょっと戦わないと使えないか。いいぞ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 。アビリティでアセス。いけ。確実に仕留める。ハニートガキくん、もらったぜ。あお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 。うう。ダメージは大きいが、それでもクラウドさんは負けられるっていうか見えない。攻撃間違えたっぽい。こっちの方ではファイアを使おう。ナイス。いけ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 。あと少しだ。何が起こってんのか見えないけど。そこだ。何？やった。しかし飛んでるやつらうざいな。あんまりロックオンしない方がいいかもしれない。ナイス。この調子でいくぞ。この調子だ。あーやオッケー。これで倒せたし、任務は完了。スクラップ屋さんに戻ってグッドニュースを伝えることだ。よお兄さん。羽トカゲ片付けてくれたって。ありがとうよ。任せろ。常連たちも喜ぶぜ。見たところあんたは何でも屋として悪くない才能の持ち主だ。せやろ。スラムのガラクタを長年見極めてきた俺の見立ては間違いねえぞ。ありがとうよ。シチュー前に行ってみな。やばいモンスターが飛んできたって騒ぎになってるらしい。シチュー前。そういうの得意だろ。シチュー前ってないんだろ。まず己を知り、その道を極めよ。そして振り返るんだ。風景が違って見えるぞ。じゃあ頑張れよ、何でもや。うちの商品は折々で変わるから、勉強がてら覗いてきね。いや、今回来るぞ。いらっしゃい。何があるだろうか。うちの品揃えは状況に応じて変えている。お楽しみに。お楽しみにしてるから。何があるだろうか。ハイポーションか。ハイポーションはいつもらっても嫌じゃないか。いやー、2個でいいや。はい。毎度あり。毎度あり。シチューの方には行ったのか。まだまだ。戦いに進まない。はいはいはい。なんか買ってくれよ。そして、坊やにも一度戻った方が良さそうじゃないか。おい、坊や。コーラ出てきなさいって誰じゃろ。はい、話しましょう。クラウドさん。クラウドだぞ。見事データ提出一番乗りでした。お金ありがとう。追加報酬も差し上げます。新しく生まれたマテリアを早速発売しました。お、見たい見たい見たい。リサーチをやればやるほどスペシャル任務とか。あー、ウェポンリグアップグレードをリセットすることができるんだ。お金はかかる。なるほど。で、ちょっとバイしますか。アセスマテリア。いや、これは常に持ってるんだよね。
オトキュール？ほう。これすごくね？自動的にやるじゃん。おいおいおい、これはすぐに買わないとダメなんだね。でもこれいる？一個持ってるし、いらんちゃう？うん、いらいら。今後もマテリアを続々と開発していきます。はい。共に神羅に対抗する力を生み出していきましょう。頑張ろう。新たなバトルレポートを随時追加していますから、これからもご協力をお願いします。やらせろ、坊や。ほう。スタガーエフェクト。ほう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 。なんか自動的に新しい任務。相手から君の話を聞いたよ。協力ありがとう。君の腕前は本物だね。その力を。いやー、モテる男って大変やな。実はまたモンスターが出たんだ。桁外れに凶暴なガードハウンド。知ってるよな。知ってるか。軍用犬だ。あ、あれか。歩き通りで目撃されている。行こうか。頼めるだろうか。行けるぜ。引き受けよう。助かるよ。俺らじゃ歯が立たないんだ。頼んだよ。はいよ。お兄さん。ちょっと覗いて。オンザプラウル。ここか。スクラップブルバードっていうところ。しかし猫はまだ見つかってないじゃん。あとここに Just Flew In of the Graveyard。あはは。違う任務があります。猫ちゃんはまだ見つからないんだよね。どっち行こうか。先にあんた何でもやだってワンポーを倒そうか。ま、話しよう。うちの武器の宣伝のためにもガンガン戦ってくれ。あいよ、いいぞいいぞ。お前はなんか新しいものでも持ってんのか。スターブレイスレットね。リバイバルイヤリング、なさそうですね。あいにく。スターブレイスレットは買ってもいいけどね。マテリアを育つためね。じゃあ、これは、買いましょう。アクセサリー。あ、アクセサリーを買った。ウェポン。おい、一緒かよ。一緒か。武器売ってないんかい。じゃあ、バトルインテル。これね。モンスターバイオ終わった。次は、ああ、なるほどね。あの、弱点のあるやつの、打てないといけないんだ。打たないといけない。で、あと、スターガンもやらないといけない。はい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 。ファーストストライクマテリアとか、ATB ブーストマテリアとか、ウィンドマテリアとか使えるようになるんだね。じゃあ、こいつらもやらないとあかんねんな。OK。そして、マテリアとウェポンに関しては、この子には、待って、アップグレードウェポンの方だったっけ？そうでもない。まあ、これをついでにやろう。カウンターアップ。じゃあ、やりましょう。そして、ティファ？ティファはそのグローブに何を入れるか。パンチが良くなるやつにしようぜ。あ、もうやってるか。じゃあ HP が上がってるやつにしようか。仕方ないわ。OK、OK。NEXT はバトル設定ではない。イベントリー。ムーグルメドレーね。はいはいはい。このスターブレイスレット。ああ。もうすぐに使い方を忘れちゃうんだ。Really? ここじゃないの？ねえ。はい、ここじゃん。やっぱり。ここだった。OK。セットマテリア。オートキュール。そして、アイスとかまだ誰も持ってないよね。
あでもアイス使わへんとね、あれができんくなるから。OK OK、 Let's go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 、 こちらへ参りましょう。今月のモンスター討伐数が出たよ。お、ありがとうございます。俺は討伐者だからね、気にするわ、そういうところ。バレてたれてたったん。この中を探りましょうや。道具はいないか。道具。お、死んだチェスト。毎度悪い、ありがたきありがたきや。見つかれへんな。あ、いたいた。めっちゃでけえ。ここが踏ん張りどころ。わお。こいつやばくない？集中していく。見せろ。やば。超強い。行け、この隙に。これを入れよう。OK、これは何が何に弱いのか。氷に弱いか。ってことは、ティファまだ使えないのかよ。行くぞ。おほー、ナイス。ティファ、まだかよ。油断したな。この。違う。ティファ、OK、来た。違う。スペル。ブリザード。入れろ。いけたいけた、ナイス。そして俺の方からはトリプルスラッシュ。あれ、トロフィー入れた。武器アビリティを昇進者。ナイス。あれ、逃げんのかい。あー、そういうことか。追いかけないとダメなんだ。オッケー。ちょっと待ってくださいよ。今回はこいつの仲間も一緒にいるのだろうか。待ち伏せされそう。この中に逃げたか、お前。おい、こっちだ。ティファー君、クラウド君。こっちか。ああ、こっちに逃げたんや。気が立ってたから気をつけて。気をつけてるぞ。さて、ブリザードとやら。なんとかブレードやらは使えるぜ。邪魔はさせない。おお、ダメージ食らった。仕方ない。ああ。ちょっとやばい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 。そしてここでブリザード。あとお前はちゃんと自分にキュール入れてね。まだまだだ。あお、ちょっとダメージもらってんのか。もらってないわ、大丈夫。はじけろ。ナイス。きた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 。ほほー。オッケーオッケーオッケー。もう一回アイス入れて。なかなかいい感じにできてるじゃないですか。さて、お前の方からトリプルスラッシュ。当然の結果だ。当然だろ。いや、ここまで来てないからさ、ちょっと探検するぞ。なんもねえのかよ。なんもねえんかい。残念だね。セクタースラム7。でワイマここにもいねえのかよ。じゃあ本当に帰ればよかった、あの時。下手こくんじゃねえぞ。いや、下手してねえだろうか。バンパタバタンパタバタン。ありがとう。あれはシンラから逃げ出した新種だと思う。あいつが問題になったのはいつ頃だ。そうだな、
情報が入り始めたのは今朝になった。最近やないか。つまりどういうことだ。もしかしたら7番街スラムの地下には神羅の研究所があるらしいな。おお、そういうことか。逃げ出したんか。聞いたことがない。ちょっと鎌をかけてみた。申し訳ない。巨大な組織だ。俺も知らないことが多い。ああそうだな、倒したんだ。それでよしとしよう。よしとしよう。トリマ、なんかいい相手でももらったか。街中に噂が広まってるんじゃない。いいんじゃないか。都合での何でも屋がいるらしいぞって。まだ腕を見せるほどの仕事はしていない。へえ、物足りないってわけだ。そういうことやろ。まだあの羽トカゲのヤバいやつ倒さないとあかん。ワイマーがあんたのこと褒めてたぜ。スラムにいるのが不思議なぐらいやって。待ってるよ。なんだ、めっちゃ人に愛されてんじゃねえか。ブール、あれあれ、なんかいるぞ人。こら出てきな。猫たち。猫よ猫、うちのパンを加えてこの奥に逃げ込んだの。もうたくさんいるもんね、あっち。捕まえてくれない。もういいけどさ。はい猫たち、どうすか、パンはどこ。あ、お前やん。お前じゃないか。シャーって言われた。面倒だな。面倒ね。もう諦めよう。いや、それはいいとして、パンは？おい、猫パン。パン猫。もしかしてこれがそう？これがそういうことか？ああ、これで終わりだったんかい。パンの猫はどうでもいいんかい。もう逃げられちゃったじゃない。だっだらしないわね。ペタ言われますね。仕方ないわ。逃した猫。腕利きの何でも屋さんだよ。よ、猫見つかったんだろ。え？みんな逃げちゃったの？逃げたね。じゃあ帰ってこないの？帰ってくるんじゃない？そろそろ。ほーら。みんな、おかえり。怖いお兄ちゃんから逃げてきたんだって。わかったんだね、クラウドさん。ありがとう。かわいいね。さてや、次に出てくる敵はやばいらしいぞ。飛んでてとんでもない、大きいってドラゴンでも。手伝ってよ。すいま、あ、ディーファー、ちょっと聞いてよ。あ、聞く聞く。列車墓場からディングローが飛んできたの。なのにこいつら全然動かない。ん？もしかして何でもやで？あなたが噂の何でもや？いや。じゃあ手伝ってくれない？傭兵だよ俺。リングローはタラが廃坑場の先。近づくには自警団の鍵がいるよ。鍵は近くの木箱に隠してあるから、片っ端からぶっ壊しちゃって。お、はーい。話しかけないでください。バカモン、任務に集中。はい、はい。え、壊さないといけないんだね。はい、壊してきます。まあ俺はね、死んだ箱壊すの結構もう手だれになってるからな。あれ待って、ここじゃないわ。あの緑色のところよ。これどこ行ってんだよ、まったく。緑色のところに行かないとダメに決まっておろ。
さてどうしたらいけんのか。ここか。めんどくさいな。またこっか。ジャンクパーツを探しに来てんだかな。廃墟の封鎖が解かれたって。何ですか。おい。ああ。邪魔しやがってよお前ら。仕事か。仕事だぜ。もう一回タラガファクトリーに入って敵がまた出てくる感じかな。ここにはなかった。あそこは道路ではない。バタタタタタダン、バタタタタン。ここにも入っていない。すぐ片付く。敵がたくさん出てくるけどわしの敵ではないと。炎。あれ、スペルファイア。死ねえ。はい、やったぞ。やったやった、レッツゴー。はい、といった。あのセリフは結構好き。入れねえのかい。じゃあ正しい入り方はここか。パタタンタタランタパタン。音楽がまたお前らか。消えろ。めっちゃ多いな。スペル。待って、L1 からもできるね、ファイア。そういえばL1 からもファイアができた。こんなところかな。パンパラタタン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 。敵じゃない。私たちなら余裕。余裕かもしれないけど、相手がどこにいるのかは見えないというリアル問題。あれ、炙り出した。炙り出すとなんか美味しいじゃないですか。やってやる。あれ、まだいた。終わりだ。あれ、ウェアラットとかもいるんだ。うわ、待って、こいつらって何が弱いんだっけ。ここは慎重に。まあいいや。いい汗かいた。いい汗かいたか。確認しよう。エネミーインテル。あれ、あいつらやってないんか。ドゥームラットじゃなくてウェアラットだよ。やってへんわ。やらないとね。仕方ない。あと回復に関してはどう？今必要か？あ、ちょっと必要かもしんねえ。クラウドさんに。鍵がかかっている。え、ここら辺の信頼箱に入ってるみたいな話だったよね。これじゃねえのかい。もう一回ストーリー見よう。はい、これだけど、ここだここだここだ。はい、近くの心霊バッグに入ってるって書いてるけどね。どこだろう。まるで見つからねえな。もう一個探そう。もう一個、もう一回ね。死んだバッグ、あなたはどこ。 Over here? No 死んだバッグ。あ、wait、 こういうのがあるじゃないですか。ちゃんと開けないと。ここに死んだ箱がなさそうだけど、宝箱はある。
睡眠剤的なものを拾ってしまった。今度ちょっと眠れない時には飲んだらいいんですかね。バンバチャタン、バン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 。あれ、また来たのかい。当たる。ファイヤー。いいぞいいぞ。次は勝とう。次も勝つに決まってるけど、おーっと死んだ箱。はあ、ここにもねえのかい。おい、ここに宝箱があるじゃないか。これも死んだ箱。きたー、鍵。Let's do it。Let's do it, let's do it again。 また出てんのか。いや、やっぱりだ。OK、 ATB はちょっと入ったから、あ、待って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 、違う違う、アビリティアセス、ウェアラット、まだ生きてる。こいつは何が弱いのか。ああ、氷か。岩じゃん。え？初めて毒ダメージか、これ。勝てたね。勝ちました。レッツ入りましょう。鍵は見つかったゆえに、入らないとあかん。飛んでる飛んでる。オッケー。やられはしない。やられはしない。あ、届いた。あー、行かせろ。落ちてるけど、これでもちゃんと先手だ。先手に。風属性に弱いんか。風属性魔法がないんだ、あいにく。てかお前早いな。いける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 。飛んでる時でもさ、仕方ないな。めっちゃめんどくさいやん。落ちろ落ちろ。風魔法で倒せへんとさ、ダメなんだよね、こいつ。おほー、ナイス。そして今回はスラスト。上に行けないのかよ。トリプルスラッシュはいけんのか。今回は別に相手高くないし大丈夫や。ここでファイア、PK ファイア。この調子でいくぞ。おお、いけた。まあ次は勝つさ。まあ死んだ箱が高いのか、自動であっちに行くのが高いのか。自動で行く方がいいよね。よ、グエンさん。やったぜ。おかえりなさい。見事倒せたみたいだね。さすがは噂の何でもや。ありがたき。何もしない兵士とは大違い。警備も変わってもらいたいぐらい。兵士は職業だ。勝手には動けない。人としてどうなのって話でしょ。命令に忠実なやつも必要だ。やっぱりね。元神だって聞いてるよ。なるほど。あんたと話しても無駄だ。やば、ちょっと嫌われた。私はこの町が好き。ただそれだけ。いいよ。この町は私が守る。あんたに負けないくらい、もっと強くなってやるから。やば、めっちゃ嫌われたよ。めんどくせえことになるやん。はい。お疲れ様。
仕事すっかり片付いたね。片付いた。なんでも屋のクラウドの評判も上々。この先どんどん忙しくなるよ。いいね、いいね。おかげだ。素直でよろしい。And don't you forget it。店へ行けばいいのか。うん。でもその前にアパートに戻らない？少し休もうよ。おほう、来たか。その一。ね。じゃあ行こう。やば。ちょっとマンションに戻ろうやって言われてるぞ。ちょっと待って、行く前にちょっと俺の新しいね、新しいアイテムをちゃんとつけへんとさ、疲れへんかったらどうすんだよ。ちょっといかついぜみたいな。僕かっこいいでしょ？かっこよくない？あー、こっち系はもう全部使ってるか。クレンジングオーラを使いましょうか。オッケー。使っとこう、使っとこう。乗ってるな。この緑じゃなくてパープル色のクエストっていうのはティーファーとの、マンションタイムですね。いいぞいいぞ、戻りましょう。何がしたいのか。もう周りのやつらみんな俺をひいきにしてんな。おや、ずいぶん早いよ、帰りだね。ちょうどよかった。おい、自分の部屋のフィルターを交換しておくれ。あ、部屋に置いといたよ。ういはい。何でも屋はお待ち。え、これは依頼だよ。ティファと仲良くするんだ。あ、はい。しているつもりだ。うわっつらだけだな。そんなのはね、吐いて捨てるほどいるやん。困るな、クラウド。あいつらとは違うんだろ。行きな。行きな。やっと二人きり。先にフィルターを交換しちゃおう。ああ、終わったら来て。はい、ちょっと待ってや。新しいブレイセットもつけたし、今日は勝負パンツだし、気合が入った。フィルター交換、ここか。シンクの下か。新しいフィルターが入ったので、ティーファちゃんとお遊び。はーい、来たぞ。あれ、ティーファおらへん。待っててね、急いで終わらせるね。ああ、はい、いいぞ。あの、適当にこの辺で待ってるぞ。できた。な、何？聞かせて。おう。村を出てからのこと。ああ、こうなるんかい。約束したよね。ほら、自警団のところで。おお。全然違うことを勘違いしてたんだね、クラウド君。ソルジャーは英雄扱いだった。うん。毎日ニュースを見てた。でも俺がソルジャーになった頃には状況が変わっていたんだ。憧れていたような仕事はなくて、神羅のために働くただの殺し屋。ごめん、話したくないよね。うん、剣を使う仕事だ。久しぶりに会ってするような話じゃない。そうだね、わかるよ。でももうちょっとムードがね、崩れた。不思議だね。お別れしたあの時、あの場所からうんと離れたこんなところでまた会えるなんて。そうだ、再会のお祝いしよう。うんとおしゃれして。
OK。おしゃれしてこのスラム街で何すんの？パーティー？私だってするときはするよ。服あるのか？ないけど用意するの。どういうのがいいかな。まあ今でも可愛いと思うけどね。もっと大人げ、もっとスポーツ系、もっとエグゾチック。なんだろう、これ選ぼう。異国風なの。異国風。へえ、意外。でも似合うかな。頑張ろう。私と釣り合う服を選んでね。はいさ。わかった。楽しい計画っていいね。いいね。ああいいな。うん、デート行こうぜ。さて、楽しい気分になったところで店行こうか。店行きましょう。休まなくていいのか。あれ？あんためっちゃもったいなくて。マーレさんには内緒。はい、皆様ちょっと長くなりましたね。40分超えたところなんですけれども、皆さんご視聴ありがとうございました。はい、今回はかなり進んでたし、俺たちはなんと、トカゲ羽のやつらと、犬のやばいやつらとかいろいろ倒してきたじゃないですか。やっぱすげえなと思わないと思いませんか。はい、ちゅうことなんで皆様、次もぜひ見ていただければと思いますので、面白かったら高評価またコメントや登録の方をお願いいたしやする。バイバイ、Until next time!